これがイングレス。イングレス。陣取りゲームですね。陣取りゲーム、世界的な。iPhone、Android、iPhone ですかね、両方。そうですね、多分ね。それで、もともとは、あれライターやってんのかな、後藤っていう人がいて、そのすごいゲームとか詳しくて、もうそれこそアメリカとかで先にプレステ4とかが発売になったから、アメリカで買いに行くぐらいのゲーマーだったんですよ。それが、でスマホのゲームとかは PC でもやんないんですよ。それがイングレスっていうのを試しにやってみたらめちゃくちゃ面白い。それでこれのいろんなその陣取りのために自分からも外に出るようになって、あっちこっち回るようになって、他のゲームやってないように書いてあったから、この人がそんなにハマるのは絶対面白いんだろうと思って試しにやってみたら、へえ、イングレス、イングレス、まあ、ただ細かいことは僕もまだよく分かってない。あっち、かまいたちの夜、イングレス、ね、イングレス、これね、これす、この何人ものミステリー作家の人が書いてるんだけど、これめちゃくちゃ面白い話が、428イングレス、つぶやきアプリ、これも堀江さん作ったんですか。やっぱね。でこれの特徴は、このいわゆる食通と呼ばれる人が美味しい店だけを紹介する、すべての基準は美味しい、で食べログとかって、あると思うんですよ、でもちろん点数高いところは美味しいんでしょう、だけどあれって結構店の作りとか、全部平均に入ってるんですね、要は美味しい、美味しかったと、だけど店が汚い、美味しかった、店主態度悪い、それで2とかになって平均って悪くなるんです、でこれ一切その関係なくて、ただ味のみなんです。なるほど、面白い。美味しければ OK、 店主どうでもいいじゃん、店汚いどうでもいいじゃん、でやってて、この店はこのテリヤキっていう店で、まあ、検索すれば多分渋谷もどっか出てくるんだけど、もう一回トップだとどこに行くんですか。テリヤキ今トップ、これトップ、あ、トップか、多分これなのかな。じゃあどうだ、アイコンでしたっけ、テリヤキ、はい、これテリヤキ、これテリエモンっていうキャラクター、テリヤキ、テリエモン、テリエモン、で、さっきのが、755、755、これも堀江さん作ったんですね。で、こっちに、野獣馬コメントがある、野獣米ってやつですね。で、みんながバンバン好きなので入れて、気に入れば、気に入ればっていうか、なんか多分引っかかれば、へえ。このアプリを面白い、面白いと思って、それこそこれ誰でもこれ要は主になれるんですよ。だから例えば誠さんが、メガネの誠でもいいし、メガネの誠っていかにもあれだから、エベレストを目指す誠でもいいけど、それで書いてれば、それに気になった人がもしいたら、こうやってどんどん頑張ってくれとか、逆に言うと、ここが誰もいない人もいるってことですね。いや、もちろん、矢じ馬がね、矢じ馬、全く何をやっていいか面白く、何をやっていいか分かんない人は、それこそだから一般人の、一般人の人は全然逆ってない番もあるってことか。例えば、これオフィシャル、有名人、一般ありますね、一般、多分この辺に出てる人たちなんかはまあまあの人、まあまあのかもしれないけど、例えばね、まあ、例えば鉄道の話を、美容師の話を、エグザイル好きな人語ろうよ、まあ、こういうのが人集まり、まあ多分全然集まってない、話そう、一ウォッチ、ね、そういうのもありますけど、一ウォッチの人、じゃああえていきますか、ええ、すると下がってないってことがあるってことですね。まあ、ゼロさん、あ、なるほど、まあ、ゼロってこんなの、そうだよね、ゼロ誰も書かないもんね。で、これ飛んでくるさ、いわゆる怪しいな、これ、まあでもこういうやつもあると、でもそれこそメガネとエベレストの話を見るわけですよ。メガネとエベレストの話する人いるのか分かんないけど。なるほどね、すごいですね。まあ無料、テリア、これ無料ですからね。それでこれローラのトークってこれ偽物だろ。サンウォッチだもん。でオフィシャルだと、いわゆるオフィシャルだと、そういう、オフィシャルだと、まあ
でも強いのはやっぱアイドル系ですね。うーん、 AKB 系、イーガーリッツ、この人、あ、田村淳もこの人すごいのは、うんうんうん、この人 LINE から Twitter から Facebook とか全部使いこなしてるんですよ。へえ。もう一回新宿のライブハウスであの見たことあるんですけど、うんうんうん、超丁寧だった。え、超丁寧な人だった。へえ。これはね、やっぱり有名な、あと映画のやつとかね。うーん、千原誠二とか本当すごいな。へえ。